久保さん、今回仏教の教のえとかにししておきましょうかかなんかね昨日ですかねなんかあのうと僕のお客さんで仏教に昔から入ってる団体に何かの団体にまあ団体名は分かんないですけどその団体に入ってるとでそ,、YouTube、でその YouTube で仏教の教えをやってるね菊谷さんっていう人がいてるんですよでいや仏教ずっとやってるんだったらその仏教の教えを多くの人に広めてねまあいいこと言ってるなんかそのね いいこと言ってると思たんですよ。まあ実際にモデリングやってる人もいるんで,で僕も聞いてるんでねああやっぱ仏教いいねみたいなねそう何千年の歴史ですよね。であのそれをなんかその所属してる団体に言ったらしいんですよ。仏教の発信をしようっつって。でそれでそしたらなんかその団体の人に言われたらしいんですね。 いやそ,のおそ,それを仏教を教えてお金を取ることは悪いことだからやめろと。ね、それは許されない。みたいなね <laughs> で、なんか諦めることにしましたみたいなメッセージもらったんですけど。もう何なんですかね <laughs>。<laughs> じゃあ、神社のおみくじっていいんですかね。神社でおみくじってあるじゃないですか。なんとか祈願書とか、交通安全とかね。値段がついてるじゃないですか。 僕ねあの、神社のおみくじほどすげえビジネスはねえと思うんですよね。なんかね、神社によっては、もうねここ、すごいんですよ。すげえお守りあるな、みたいな。行ったもん勝ちだな、みたいな。<laughs> 行ったもん勝ちだな、みたいな。そうなんかね、長崎にね、長崎に、あの青島神社だったかな。なな長崎じゃないわ。あの宮崎か。宮崎にな、なんかちょっと島みたいななんか神社あるんですよ。そこ行ったらなんか お守りなんかゲー,ゲームみたいのがあって、なんかこういうビー玉みたいなの、そのビー玉みたいなのも、なんかその、神様のなんちゃらみたいにつけて <laughs>、で、これなんか、ビヨーンってやるんですよ。で、どこに入ったら大吉とかなんかやってるんですけど、もうゲームやんみたいなね <laughs>。いや、これゲームやんみたいな <laughs>。で、何百円の、500円ぐらい取ってるんですけど <laughs>。 物、まあ、は言いようだなっていうのは思いますね、本当にね。うん。だから、な、なんかその、なんだ、僕がその、捉えたのは、その、なんかもう、お金行こう、お金を取るっていうこと自体が悪だみたいな、まあそ、その、そこの団体の教えは、お金を取ることは悪いことだみたいなね。なんで悪いことなんだろうみたいな。じゃ何が良くて何が悪いのかみたいな。だか結局、捉え方だと思うんですよね。 だ雨が嫌なのか、恵みの雨なのかとかね、まあ、久保さんも言ってた通り、暗闇を見るのか、星を見るのかっていう <laughs>、物音の捉え方だなと思うんですよ。だから僕は神様はいないと思ってますし、神様はいると思ってるんですよ。神様はいないと思ってるし、神様はいると思ってます。僕の考え方としてはね。どういうことかっていうと、現実的に神様は見えないし、神様ってだどこにいるんですかっていう、現実的には見えませんと。 だけど心の中にはいるんですよ。そう思う。いい行いをしていい行いをしていれば、まあ、なんかそのなんかあんじゃねえかみたいな思い方ですよね。だからその僕が好きな言葉で「神様は乗り越えられない試練しか与えない」みたいな言葉があって昔「仁」っていうドラマでそのがあったんですよね。すげえいい言葉だなと。だそれはあのそういう風に捉えればいいんですよ。 今の,今の試練を乗り越えるためにうまいように使えばいいっていう。うん、だってその神社のね、今度そのね、あのお正月とか神社行く人いると思うんですけど、その神社でそのなんかなお金投げてね、こうなんかやるとかあるじゃないですか。あれはか僕は神様にあの投げてる、まあ表面的には神様にお願いしてるんだけども、自分自身に暗示化をかけてるというかね、自分自身に,にこう、 なんか頑張るぞみたいな、なんかそういう意味合いの方がいいんじゃないかなと思いますね。うん。なんか、捉え方っすね。うん。例えば、捉え方が、まあ、じゃあ、神社にお前、なんかそれ行くじゃないですか。一年に一回ね、うん。で、その、交通安全かなんか願いますよね。で、その年に交通事故を起こすじゃないですか。起こしたとするじゃないですか。で、神様に願ったのに。 ふざけんな交通事故に遭った神様ふざけんなって。で捉えるのか何 <laughs> だろうなあこれはなんかあのなんかのお告げなんじゃないかな <laughs> この交通事故っていうのは逆に言うとあ俺はまだ生きてるとこれは逆を言うとなんだあのなんかのお告げでありうんとこの生かされてるっていうのはその神からのなんかの暗示じゃないかっていうね。 前向きに生きようみたいなね。どう捉えるかですよね。ふざけんな神様みたいなね。交通事故があったじゃないかと。金も入れたのに交通事故があったじゃないかって捉えるのか。<laughs> な<んだ> <laughs> あ、これ神様のなんかあのメッセージだなと。これは頑張って生きろっていうメッセージじゃないかと。って捉えて前向きに生きるのかっていうね。<laughs> 本当もうそれだけかなと思いますよね。 だまあ解釈の仕方捉え方受け取り方まあ速化塾にね受信力っていうのはある言葉がありますけどねどう受信するのか受け取るのかっていう解釈するのかっていうのがまあ本当の物事の本質かなと思いますねうんいってらっしゃい